陳清志州、1240年10月12日から1290年7月3日は、大越陳町の第2代皇帝。初代皇帝、体操の長男、聖州は病号である。名は、陳明、または、陳とも。憲法8年2月、父の体操が上位したため、即位することとなった。しかし実験は、大乗項となった父が掌握していた。 クビライの元から、附属要求を受けるが、聖州はこれを拒絶して、元と交戦する姿勢を示している。宝フ5年4月に、大層が没すると政治の実権を握り、翌宝フ6年10月22日、この人相に上位して、大上皇となる。1284年、チャンパ遠征のため鎮南王奪官の率いる元軍が、派遣されたが、ベトナムは、領内通貨を拒否。 チャンパーと協力し、元軍に応戦した。正太から7年正月、満光、広志雷山の戦に敗れ、黄河が突破されると、清州は国土丹論を明け渡し、天朝、長安の地に逃れる。しかし、4月には攻撃に転じ、5月に元軍が撤兵すると、これを追撃した。6月6日、清州は丹論に帰還した。重年、 元が、再び遠征軍を派遣し、水陸3方面よりベトナムに侵入した。12月、元軍が、甲賀東岸に達すると、西州はおじを使者として送るが、交渉は決裂。元軍が渡火すると、北斗を捨てて、天朝会口の地に逃れ、さらに会場に逃れた。しかし、ベトナム軍が、広報連絡を遮断すると、元軍に、糧職欠乏が生じ、 さらに薬病が発生した。このため、住居4年2月末には、全軍撤退が決定された。3月、撤退する元の水軍を、行動を沈国春の指揮するベトナム軍が、白富士港で待ち伏せ攻撃し、青州も遅れて、これに参加し、対象した。3月27日に、国土城に帰還。住居6年5月25日、死去した。 大越式全書本木巻のご賃金生、周皇帝宝府から6年冬10月22日、大越式全書本木巻のご賃金、人相皇帝住居6年5月25日、ありがとうございます。